子シングルスで連覇を狙う平野美宇は準々決勝で大ピンチ。相手に研究され得意の速い攻撃ができず、先に3ゲームを奪われてしまいます。第6ゲーム、ここを落とすと敗退となる崖っぷちの中、女王は底力を見せます。強気の攻めで次々と得点を重ね、このゲームを奪うと、最終第7ゲームも粘る相手を振り切り逆転勝ち。連覇まであと2勝です。女子ダブルス決勝では初優勝を目指す早田